さあやっていこう。進化していくエボランド。ゲームとしては順調に成長しているが、対して実況主である私は今風邪をひいてしまい、声がやばいことになっている。だからこうやって声のトーンを低くして、声が枯れていることをごまかして今日は実況していこう。さあシドのじっちゃんじゃなくて、シーテンテンじゃなくて、シートチェンチェンのじっちゃん。カマさん死んじゃったよ。カモはこの世界にはもういないかもしれないが、気配をまだ感じるよ。霊となっているわけだな。カモはいない、もう死んだ。ガラと一緒にいるんだな。あの子のパウアが彼の中にずっとあるんだ。女の人、カモが死んだなんて信じられない。青貝の歴史の中でとても悲しい日。でもあの子の死は無駄ではない。あの子のパワーがカダのものとなって彼が世界を救うから。いえ、おう、今日もフリーズ。おう、プチフリーズ、君はゼフィロスを倒す唯一の希望だ。おう、ありがとう。そのための支援を惜しまずに出してくれ。お金ください、カードください、引く手ください。おばちゃん、雨くれんのか。カーマのパワーがあれば十分強い、信じている。俺らはみんな信じているぞ。暇な時顔を見せてくれ。力になれるかもしれない。なるとは言っていない。かっこなれるとは言っていない。みんなもう終わりだ。絶望している。ゼフィロスに絶望をプレゼントされたんだな。そうだ、わしたちのほとんどがあんたを信じている。なかなかのもんじゃないか。自画自賛か。ユーを信じてるミーたちはなかなかのもんや。いや、そういうことか。十分だよ、カモの死は無駄ではないと信じている。マナの木に行ってゼフィロスをやっつけろ。これで最後だ。え、マジで。飛行艇をやる。それがないとマナの木にはいけない。世界の運命は君の手の中にある。未来は僕らの手の中。歩き疲れた。空中エボランドへようこそ。これで前のマップとかに戻れるわけか。これでいろいろ、うん、回収ができるはずだろう。おお、ハイウィンドがあるじゃないか。きたー。お、これはオープニングのあれだね、あらすじが流れてた時の。やったー、これでどこへでも行けるぞ。この上のあたりにマナの木があると。なるほど、あれじゃないのか。地球の内部に突っ込んでいくあれじゃないのか。あれ、何、山は乗り越えられないだと。あれか、山を乗り越えるためにはブイーイーってあのジャンプできるボウ3の飛空艇が必要か。あれ、意外とん、お、お、もり、お、お、い、意外といけるとこ少ねえじゃねえのか、これは。あれ。いやいやいや、きっとね、このマップの外に出られないだけで意外といけるところはあるはず。うんうん、なんか見覚えがあるところがちょいちょいあるぞ。これでこっちの方に来ると、お、あ、ここ最初の町じゃないか。この辺りからなんか最初出てきたような気がする。まだ行けてないところとかあるかな。これ最初の町とか、ここも 3D になってんのか。なってね。ここはこのままなんだね。おお、懐かしのマップ。こういうところに壊せるやつがあると。いや、これ確かほんと序盤のマップだよね。で、開けましょう、開けましょう。こうやってね、スターとかカードをどんどん手に入れていく。赤魔術師、爆弾で破壊して、剣でサクサクと、サク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 宝箱、骸骨、カードコレクターを手に入れた。おお、15枚見つけた。あと1234567、8枚。最後の旅商人の一人だ。伝説のドル猫の子孫だ。だが今は腹ペコだ。何日も食べていない。肉をくれたら俺に。肉だと。どこにそんなもんあるんだ。バハムートの神殿。おお、こんなところが。ここはアクションロールプレイング風だね。アクションゲームか、普通の。おお、いっぱい道がある。迷ってくるぜ。おっと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 、やめてやめて。こら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 。じゃあちょっと気分転換にこっち行ってみる。ああ、今までのなんだろう。え、何が落ちた。
敵落ちだ。今までのダンジョンの総まとめみたいな。壁のひびにも注意しよう。お、ポチッとな。もう一個ぐらい押すとどっかが開くんじゃろ。危ない、危い。あー、こっちは閉まってるね。お、爆弾置きどころ。うい、危ない。あー、やられている。宝箱、うひひ。パコン、スーパースター20個見つけた。やったね。あともう10個か。ほい、あ、ここ閉まってんな。やっぱさっきの風のところをちょっとチャレンジしてみようか。ほっ、あそこか。もうこのまままっすぐ上に行っちゃってダメージを食らいつつ行こう。そういうのはありのはずだ。うりゃ、いてててててて、と言いつつここに入る。あたたたたたたた、これでどっかが開いたはず。ちょっと右の方行ってみるか。お、つお、懐かしいね。アクシデント発生。あ、広い。ここボスいいんじゃないか。壁にひびはないな。無駄にだだっ広いってことは、あれ、ん、うおー、ここで閉まるのか。え、なるほど。これ爆弾でやった方が早いかな。えい、おっと、ちょっと囲みすぎ、囲い中。やめてください、やめてください。一列に並んで。あ、コンボは出るようになってたのか。いい、ちょっと当たりに来て。おーい、おーい、君どこ行ってんの。なるほど、見えない、見えないぞ。サービス精神が足りない。シュ、なるほど、あと一匹いたな。はい、アタック、そして開いてスイッチが押せる。でってってってガチョン。お、そこか。よし、開いたこの苔のマップのところ。ここはなんだ、水があるけども取りたい、取れない。いかんな、イライラさせる音が鳴ってしまうぞこの輪だと。ここはただにコウモリが多すぎてうざいっていう、そういうマップか。えい、普通に道なりに行けば済むだけ。なるほど。うりゃ、あ、なんかボーンって聞こえたな。おっと、魔術師か、君か。厄介なやつがいたもんだ。そして壁の中にいるやつがいるぞ。石の中にいる。よし、おっと、そういう現れ方は嫌ですよ。よっ、当たらない。ああー、もう本当にやらしいなこの魔術師。弓矢にしようか、その方がかえって与えられるかな。また一筆書きのあやつか。で、これどうせ魔術師現れるんでしょ。そんで俺のことを邪魔するんだろうから、だから俺はまずあいつらをやっつけてからにしたいけども、意外と現れない。ただ単に謎解きなマップなだけかな。そして隠し通路を見逃さない。ストラー手に入れた。ここで終わりかな。あ、変なとこからも入れるな。おっと、普通の敵が来たか。一直線に来たな、俺の方に。やはり一筆で行かないといけないっぽいな。ちょっと邪魔だからこいつをやっつけと。どっちから行こうかね。ピッ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 。ふう、あ、そんなに難しくはなさそう。俺はこのアナログスティックの操作を間違えさえしなければ。あー、ほらね、ほんとね、やりづらいんだよなこういうの。ほい、さっきはこの辺りまでだね。で、うっ、ほい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 って、あー、もう。なんとか大丈夫だった。なんで消えたりしたんだ今。危ない。もうちょい難しくなって、もう少し敵が多かったりすると少しめんどくさいな。しかし面白い、ほんとゼルダっぽくなってきた。お、ここはボスかな。こいつらが一列、確かに一列になってとは言ったけど、
おっと、どれでまずドイツをまずやっつけるのが先月か。ちょっと数が多すぎんよ。とりあえず宝箱だけ取っちゃおう。なんかいいアイテム来い。起死回生のアイテム、バハムート、バハムート呼びてえけどここじゃ無理だ。はいはいはい、はい、ずーるい。今度は爆弾を置きまくって逃げまくってってことにしよう。攻撃しようと考えるから食らうんだ。よしよし、やっつけた。しかもハートをゲットした。こうやって大きい爆弾、置き土産、よしやっつけた。いいんじゃないかこれ。よいしょ、一度にたくさん置けないのがたまに傷。よしよし、コウモリはやっつけた。そしてここは開いてない、危ないよ。ほい、適当に置いた方がいいな。よし、おおおお、やばいやばい、ハート出せハート出せ。よしよし、いいぞいいぞ。あれ出てないか、赤魔術師の頭とかがそう見えただけか。よいしょ、やっつけろ、爆風で。よしよしよし、もうそろそろ剣で行ってもいいか。これ出てから置いたんじゃ遅いから、ある程度適当に置いた方がいいか。そろそろやっぱ剣かな。よしよし、剣、よし。おっと、そこに現れるのはずるいっすよ。よし、ハートを回収。よし、こいつは逃げ切れ、やっつけられる。どこだ、どこに来る。動き回らない方がいいのかな、かえって見つからない。はは、全然会えないっす。すか、間に合うか。よし、で上が相手の下も開くと。ここはさっき閉まってただけだから、ここはほんとバハムートを取りに来るだけのなのか。じゃあここで負けても問題はなさそうかな。もうないもんね、ここって確か。また誰か落ちた。あそこの取り方がわからないな。右の方に道があるから、どっかから、ああこういうことが、隠し通路があったのか。なるほどね、ズリズリっと来て宝箱ご対面、ペロン、ププルーン。いてててて、やっぱりこういう感じに隠しマップがあったが、ちなみに今のいてててはマイクスタンドにぶつかったやつです。こうやって隠しマップというかね、まだ行けてない大地とかに降りてみて、いろいろ探索してみるの大事そうだね。お、またなんかこの火があるってことはこういうことですよね。シュッ、やったぜ、エバラのゴマダレット。またあれかな、ちょ、貴様、こいつ俺の矢の動きを見切ってやがる。でこっちに行けばさっきの火がついているところに、はい、ピロリン。この地の方はとりあえず無視して大丈夫だ。でさっきの火がついたので、今度はどこを燃やせばいいんだ。とりあえずいろんな方向に、あ、そういうことね。でもこれ多分また 2B になってからかな。一応火をつけてみるか。へい、やっぱりだね、クリスタルが ありましたね。でこれ爆弾で壊せそうな、ドン。あ、そういうことね、そういうヒントだったのか。爆弾を置いてその隙にこの石の向こう側に行っといてっていうことか。なるほど。あ、そういえばまだ行けてないとこあったな、このクリスタルがあったあの森のところでね。こうやって爆弾にして置いて、こうじゃん。なるほど、じゃああっちでもこの技を使えば通れるようになるってことかな。しょっ、いいね、楽しい。草は無視していいかな、どうせルピーとか出ないし。えい、で爆弾を持ちの、ほい、あれ、ほい、弓矢にしてすぐに撃つ、早いぜ。
あれ？敵を撃っただけになったかな？何かが撃てたに。ん？この後はどうしたらいい？こっちには進めないしね。もう一回クリスタル。いやでもだ。あ、こっから。なるほど。こうやってクリスタルを撃てると。シュッ。えい。またこのタコは機敏だな。で、ここが通れるようになり。ほい。上の方はなんかちょっと進めそうっていうか宝箱があるね。あ、こっちじゃないか。右の方からぐるっと回ってこないと。うろうろ。森の迷路となっている。もうタコは無視じゃ。まったくタコめ、俺が近寄ってほしい時には離れていき、その逆をついてくる。そしてこの宝箱、多分もうなんかゲームが進化する系じゃないんだろうね。このおまけマップだと、あのマナの木ラストダンジョンっぽいところだとおそらくあるんだと思う。エンディングを手に入れたとか、ラスボスを手に入れた、使わないラストエリクサーを手に入れたとか、そういうのが出てきそうだな。もうちょい長めかな、ここも。としたらもう少し謎解きがあってもいいはずなんだけども、クリスタルとからは見当たらないので、とりあえず先に進んではいるもの、こっちから撃ったらなんか当たるよっ。草を刈り進んでいく。どっかにないのかクリスタル。まあ 2D に変える必要も今のところはないので、このまま進んでいようか。また燃やせるものがあった時に考えればいいか。あそこが開いてるけども、先にこっち来ちゃうか。よし、宝箱ペロリ。さあ、いいね、順調に集まっている。右側はもう何もないね。じゃあこの橋を渡って、先に橋というか、あ、橋もあるね。ここを進んでいき、さっきちらっと見えた大地だね、この砂のところは。おっと、うん、でこう来たけど、とりあえず撃っとく。右、左から撃つのかな。あ、クリスタル。あ、これはどうしようね。ん？これはどうしたらいいのかな。なんか深読みしすぎない方がいいかな。とりあえずここで仮に、あ、爆弾でさ、これ通れなくしちゃったら積む。その、あ、違うか、積まないか。これがちっちゃいやつだもんね。じゃあとりあえず左には何もない。爆弾をここに置いて通ります。あれ、反応しなかった。じゃあもうちょい近くで、ほい、ブリッと出して、で 2D にして、ここは通れる、ちっちゃい木となると火が当たるところがあるはず。また爆弾で壊せるそうなやつもいるし、どうしようかな。まずクリスタルであの宝箱取っちゃおうか。と火だけつけられるところだけつけとく。シュッ、一応壊せみなさそうだけどやつ、こいつは。よいしょ。で弓を使ってぐるっと一周させる。たこ焼き、おお、こんな実績が。ふい、おりゃ。あ、爆弾壊さないと無理だったね。これでそこももやしいの、これでピュッピュして、これ上の方からなんかあるのか。あ、ここで爆弾か。間に合うか。ちょっとこっちを様子を見てみよう。この先はふむふむ、わかりません。これは壊せないやつだもんね。ここに置いて間に合うか。あー、間に合わないか。でも仮に、うん、取れてもダメだしな、積んじゃうしね。
とりあえず 2D にしてこの上を受けいけるようにして、あ、ここで爆弾かクリスタルに、うん、そっちだったら間に合いそうだね。ちょっとコウモリが邪魔なんで気をつけないと。お、うおー、よし間に合った。これでここも通れるようになっている。いいねいいね、楽しくなってきた。でここをカチャッと開けて、なんだこれは、スターか。ほいほいほい、一応これ撃っとく。こっちから撃って何かが起きるかな。一応撃っておいたけども、ピロリンと音はしないので何もなかった模様です。ゼロ距離射撃、お、宝じゃん。あ、ゼフィロス、おー、ゼフィロス手に入れちゃった。個人情報の載ったカード、あいつに見せれば効果ないだろうな。お前こんなこんな趣味があったんだとか、いろいろ黒歴史とかを掘り返せる、そんなそしておっと、ここだね。ここでこう置いて、あ、これだと反応しないかな。は、変なところでやっちゃった。こうなるのか。ゼルダだったらとりあえず上には乗れて、点滅するか、もしくはそこから降りることだけできるような、そういうことになってるよね。よいしょ。でこれをケフカのゴースト、ゴースのあいつじゃん。でここもこういうことだね。こうしないと戻るに戻れない。アドバイス、え、あちこちに、うん、スターがあって、偉大な冒険者だけが全てを見つけることが、聖なる林、聖なる林、ああまだあそこに残ってるってことか。お、隠された草原、ほう、隠された草原、じゃあまだ俺行ってないマップがあるってことか。商人、あ、これさっき見つけた、うんうん、でも肉をくれって言ってたんだけど、チョコボのことしてる、言っちゃダメでしょ。大きくて黄色い鳥の一種だ、クエ下の平原、ほう、尖った牙があるから怪我しないように気をつけろ。奴らの肉を焼くとマジでうまい、食うんじゃねえよ。あ、他に誰かが作れると思うがじゃあ狩りに行きますか。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。メインのチャンネルを登録してくれたにゃん。